どうも、サボテンチャンネルです。今日はゲームします。なんかね、気になるゲームがあったんですよ。シャドウ・オブ・ウォーっていうね、まあ、今度プレステ4と XBOX でも出るゲームなんですけども、まだね、発売されて、あ、もう発売されてるんか。10月12日、あ、もう発売されてるね。まあ、プレステ4と XBOX One の方で発売されてるんですけども、僕はあの PC 版を購入しました。まあ、ジャンルとしてはオープンワールドアクション RPG です。まあ、Z 指定なので、ちょっとグロテスクな表現があったりするんじゃないでしょうか。前作、これ2作目で、1作目がシャドウ・オブ・モル、シャドウ・オブ・モルドールだったっけ。まあ、こんな感じのこれ、これしたんですけども、まあ、ドハマりして、もう次出ないかなと思って待ってたんですけども、出ましたね。はい、待ってました。そしてダウンロードしました。まあね、オープンワールドアクション RPG なんで、まあ、オープンワールドも大好きなね、まあ、オブリビオンとかスカイリム、まあ、ダークソウルは違うかな。まあ、ダークソウルとかも好きなんですけども、はい、オープンワールド大好きです。自由だし、結構ね、このね、アクション性も結構高いんですよね。はい、ではね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、では早速やっていきたいと思います。ちょっとね、オープニングをちょっと飛ばします。ストーリーモードを続ける。まだ操作に慣れてないんで、ちょっと、操作におぼつくんですけども、その点は、了承ください。飛ばします。スキップ。プロローグ、新たな指輪。あ、すいません。人の用は飛ばしますけど、ちょっと気になるよね。私は見た、感じ取った。もうなんか映画だよね、最近のゲームって。燃え盛る滅びの山で死によって縛られたレンジャー、飛ばします。始まりました。あー、なんかね、いいね。フレームレートも30じゃなくて60ぐらいかな。結構ぬるぬる動きますね。よし、やっていきましょう。左シフト長押し、ステルス状態に行こう。これか。はいはい、これね、長押しでステルス状態に、こうメニューで切り替え、はいはいはい、なるほどね。あ、これで近づいて、近づいて、こうね、ウルクハイ、おっと、あ、なるほどね。オレンジになったら気づかれたということか。なんか拾えないのかな。まあいいや、ちょっと待って、右クリックで、何か、左クリックで攻撃。やっていきましょう。これジャンプ取れ。いや、なんかおびき寄せ、チートおびき寄せって。なんか言ったの。こっち来る、こっち来るんかな。こっち来るの。やばいじゃん、やばいじゃん。やばいじゃん。来たね。来たね。
といえ、できればこのステルス状態で倒したい。これ言ったらバレるよね、普通に。最初から何もいなかったんだろう。もうチャンス。え、早いよ、行くの。ちょっと待って、これダッシュの人、おい、なんだこれ、意味ないじゃん、引き寄せた。そうそうそう、はっはっ、あれこれケレブリンボール見つけろ。じゃあケレブリますか。お、すげえ、やっぱアクション性高いわこれ。こっから落ちたらしいよね。いっちゃれいっちゃれ。お、すげえ、へえ、すごい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 ね。へえ、頭上からステルスキル、なるほどなるほど。え、とかいないけどね。行ったらいい。さすがにこれが死んでしょね。やめときます。よっよっ、あ、ここ最初のところか。いいや、早く進みましょう。よっこれせい、よっこれせい。おお、すげえな。あ、死なないんだ、高いところ落ちたの。開かない、開かないってやつか。え、あいつ倒したいな。行くか。あ、いや、めっちゃいるめっちゃいる。1234、うん、123クス、いっぱいいるな。あー、なるほど、ひたりの地図に腐るほどいます。とりあえず降りようか。ぶら下がる、ぶら下がってねえじゃん。うわ、めっちゃいるじゃん、これ。あー、なに、あの黄色いところに行かないといけないんですよね。ダンね、ちょっとさっきやった、おびき寄せ。どっちから来るの、どっちから来る。うわ、こっちから、やべやべ。何が隠れてるにしろ、ごちそうだといい。おー、ちょっと、はいはい、なるほどね、なるほどね、なるほどね。これで一体一体消していくの。うわ、来た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 。確実に一体ずつ消す。ちょっと分かってきたぞ。いたいたいた、あいつを消します。おびき寄せ、おびき寄せでない。行くぜ。この辺で何か物音がした。いいよ、いいしょ、いいよ、いいよ、お疲れ様です。
バカめ、どうして暗くなってるんだ。グロックにションベンでも入れられたか。ちょっとコントローラーじゃないか、私やりづらいな。 FPS だったらキーボードでいいんだけどさ。そのどちらかな。お、左コントロール。あ、で掴む。あ、なるほどね。ちょっと慣れないとちょっと厳しいな、これ。おお、いた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 。これで。よっしゃい。よっしゃい。あ、見つかった見つかった。ステルスだから大丈夫です。大丈夫です。1、2。うわ、これきつくね。てか、まだいっぱいいるよね。あそこにもいるな。あそこから来そうだな。違うとこから行けないかな。行けないね。一旦登ります。これ自由だな、ほんと自由だな。ステルス奴隷。お、見つけたぞ。見つかった。やべ、見つかった。ここに来るぞ、ここにここに来るぞ、たくさん来るぞ。あ、終わったか。はぁ、何でもいい、切り刻んでやる。まだ匂いがする。近いぞ。潜んでる連中にはうんざりだ。まあ、ただの風だろ。くわ、あ、マジか。何あれ。あ、もうよくわかんないよ。まあいいや。ピットいい。もうちょっと、もうちょっとです。この上を登って登っていい。登って登っていい。そしてチューシュ。おお、いいところ来た。いいところ来たね。よし、直接対決。うぇぇうぇぇうぇもうね、やっていきますよ、バッチバチ。殺されてる。だが何、ゆるやよいしょ、いってやろ、これ。いっちゃれいっちゃれ。ちょっと慣れてきたぞ。来ました。
なんだ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 。おお、いっぱいいるな。おい。おい。え？はい。このムービーを見たら、今日は終わりにしようかな。はい。次のステージ。ケレブリンボール、一体何があったんだ。ずいぶん待ったわ。解放しろ。雲は獲物を手放したりしない。もっと美味しい獲物がいないかも。もしかしてボス的な。違うか。あなたに会いたかった。ケレブリンボールを離せ。今すぐ。あ、ケレブリンボールって人のことなの？人間にしては勇敢ね。でも彼を救うのはあなたの剣じゃない。どれだけの犠牲を払える。あなた犠牲にしてきた全て。全てじゃない。そうでしょ。まさか指輪を。助けたいんでしょ、勇気を。そうやって俺も捕らえる気なんだろう。私はシェロー。偽りの取引はしない。無論譲歩もしない。お人形が死んでしまうわよ。なんてことをしたんだ。やつは私の力まで手にしてしまった。指輪は私の命そのものだ。やっぱ戦うんだねこれね。ムービーでね。あなたの戦場は他にある。指輪はもうない。さあ見よ、みなすいしると、そこを取り巻く冥王の軍を。見よ、パランティアを。サウロンは決して止まらない。中津国に全てを支配するまで。パランティアを守らなければ。ムービーも凝ってるし、おもろいね。ミナスイシュ、シェロブの原始を確かめなければ。はい、今日はね、ここまでにしますね。ご視聴ありがとうございました。では
バイバイ。